皆さんこんこにちはフォーサイト専任講師の福沢です、えー、今回はですね2020年対策学習アドバイスシリーズということで、まあ、いろんな、ね、科目やってきましたけども第5回目ということで商法基礎法学この2科目をねお話ししていきたいと思いますこの2科目について共通しているお話としてね、えー、まずスライドですねドンはい「配点が低い割に範囲がが広く難易度が高いいいことが何にもないですね」「配点が低い」 ね、はい、範囲が広い。難易度が高い。もう全くね。いいことがないなと思うところなんでございますが、まあ、やらないというわけにもいきませんので、それぞれね。攻略のポイントというのを見ていきたいと思います。で、まずはですね。商法からですね。5問出ます。20点という配点ですね。で、要攻略分野ということで、会社法ポイント難易度が非常に高い科目ということでね。 あんまり、ね、やる気が出ない話なんですけども、まあ、あの基本的にはですね会社法が4問出るかなと思います、まあ、この5問のうち会社法で4問で「商法総則、商行為というところから1問ということになっていますで、まあ、難易度確かに高いんですよねこれあの仕方がないというかですね優しくしてくれればいいんですけども意外に難しいんですよねなのでまあ 全部を取りに行くのは難しいんだけれども、まあ5問のうち2問とか3問とかね、ぐらいは取りたいなというところなんですね。はい。それで、ポイント1番、ポイント2番ということなんですけれども、まあ商法であれば、相続。まあ商人と商行為のあたり。それから会社法の部分で言うと、設立株式機関。このあたりですね。 ここを、まあ、攻めていくのがいいのかなと思います。まあ、特にですね、会社法の中の設立、それから期間、この二つはですね、やっておいて損はないのかなと思っていますで。実際じゃあどうやるかというところなんですが、ポイント二番ですね。過去問の重要度を参考に、そこで出た条文を理解、そして暗記ということです。 ちょっと難しいですよという話をしましたけれども結構ですねあの条文レベルの知識がやっぱ多いんですねもちろんその条文レベルの知識でも結構条文が細かくてですねたくさんあるのでやっぱり難易度は高いんですけれども判例がバンバンン出てくるとかそういうい感じでもな,いんです、ね、なので、まあ、基本的にはやっぱりね条文レベルの知識が問われてますので分野を絞るそして、まあ、条文レベルの知識これを過去問を使って勉強していく。 これが一つのポイントかなと思います。理想を言えばですね、まあ、全部ね、まあ、民法とかみたいにですね本当にねあのきっちりとやっていくっていうのがポイントなんだと思うんですがなかなかそれは難しい、ね、あのいいことがない科目ですからねあのなのでそこはそれでねもうしょうがないので割り切っていただいて、まあ、5問のうち2問3問取っていくんだじゃあそのためにはどうすればいいかっていうと分野を絞るそしてやり方を考える この二つのポイントで、まあ、乗り切っていくのがいいのかなというふうに思います。いいですかね。はい、じゃあ次。次は基礎法学ですね。基礎法学は2問。ね。最初の1問目、2問目ということで2問出ます。はい。で、ポイントということで、重要度が低く難しい。これ要するにあの、2問しか出ないので、まあ、なんですか、試験における重要度は低めかなということです。難易度はまあまああります。 で、攻略法で、なんか攻略になってないですけどね、過去問が蓄積されておらず、演習が難しいってね、攻略法じゃないんじゃないかって話なんですけども、結果どういうかというと、そこにね、あの、書いてあるんですけども、深入りしない。深入りしないってね、同じような話ですよね、結局、商法とね。結局、やり方を考えましょうということです。いいですかね。がっつりと民法とか行政法みたいに、もうね、本当に100点満点目指して頑張るんだっていうことじゃなくて、商法と同じように、じゃあやり方考えていきましょうよと。 というお話です。はい。で、どうするかっていうと、この受験生をひるませる第1問ってのが出てきましたけれども、大体第1問目にすごいトリッキーな問題が来るんですね。基礎法学第1問、第2問、本当にね、冒頭の1問目と2問目なんですけれども、これは結構なパターンで、第1問って多くの受験生、もうほぼほぼ90%の受験生が最初に解く問題って第1問目ですよね。 まあ、あの中にはね、天女塾の方がいてですね、いや、私は15問目から解きますよとかっていうがね、いるかもしれませんけども、多くの方は1問目から解きます。で、自分がもし心理学者かなんかで、ね、受験生の心を折りたいと思ったらですね、どういうふうにするかっていうと、はい、1問目にね、嫌な問題とか難しい問題とか見たことがない問題出させますよね。そうすると、1問目にさあ、頑張るぞと思ってね、パッて開いたら、なんだこれ、なんか話がわからないなって。 そういう問題が出てくると受験、まあ、生の心がね折れてしまうということなのでそれを狙ってるんじゃないかなと思うんですけれども第1問目に非常にそういうトリッキーな問題が出やすいです。どうすればいいかというと「出るもんだ!」と分かってればいいんですよ。出出たねああだいたねいいこういうのがててくると思ってましでよく読んで「解ければ解ければいいしそういうトリッキーな問題っていうのは基本的に誰もできません。 ということであれば、そこで差はつかないんだ。ということですから、逆に考えれば、そこは、もしね、冷静にやって、自分が解ければ解けばいいし、解けなければ解けない。いいですね。大事なことは、心を折られないこと。ですから、あらかじめ予測しておけば大丈夫ということですね。で、二つ目。暗記の方が理解よりも効率的だよ。 あ,のあんまりね進めはしないんですけども簡単に言うと理解というのはやっぱりその物事を全部ねこういう風になってるからこうこうこうでこうこうこうだよねという風にまあ何て言うんですか頭の中で仕組みが分かるこういうイメージです。ここれれに対して暗記というのはこれは なず言葉悪いかもしれませんけども、内容はよくわからないけども、これね、A、B の次は C、みたいなね。A、B、次は C、みたいなね。そういうふうにこう、まあ、条件反射的に覚えてしまうという方が、話が早いんじゃないか、ということなんですね。例えば、大陸方形と英米方形というね、そういう対比の話があったりします。そうすると、 大陸法系というのは、これはローマ法に由来していて、民法とかそういったものが強いんですよ。で、議会制民主主義が優勢ですよ。英米法系はですね、これはですね、判例主義が入りこってましてね、基本的にはね、憲法とか裁判所こっちが強いんですよね、みたいな話をしたとしてですね、なぜかっていうと、それそもそも中世のね、王様から権力を剥奪していった過程が違うんですよねこ。こ 私はね、あの、ずっとやってますから、その話できますけども、その話を覚え、ね、理解してっていうよりも、大陸方系は議会制民主主義であって、英米方系は裁判所が強いんだとかってことを、まあ、これは覚えてしまった方が話が早いんじゃないか。という話ですよね。いいですかね。なので、あまり深入りしない。ね、細かく細かくいろいろね、いろんな重箱の隅をついていくんじゃなくて、過去も見ていただいてですね、テキスト見ていただいて、ここは覚えようってところをしっかりと覚えていけば、まあ、それでいいんじゃないか、ということですね。いいですね。なので、 もう一回ね見ますけどもまあ第1問が来るっていうことでこれはもうね、えー、分かっておけば OK ね分かっていれば OK ということですねで2つ目暗記より理解が効率的っていうのは要するにねこれはまあ深入りしないとそういうねイメージでいただければという,うに思いますいいですかね以上ね「商法と基礎法学」ということでねこの2科目はですねなかなかね ポイントがちょっとと難しいいかなと思います最初にも言いましたけどもねあの本当にね辛いことばかりのね科目かなと思うんですけども基本的にはですからやり方ですねやり方範囲を絞ってあまり深入りせずにきっちりとね取れるところだけ取ってくるこういう考え方でやっていただければというふうに思いますいいですかねえ各ね科目今のところですね憲法から始まって憲法民法行政法それからね基礎法学商法ということで全5回にわたって各科目を見てきましたでやっぱりね 一番大事なのは行政法と民法。この2科目です。で、次、憲法ですね。それから、商法、基礎法学という形で、まあ、順列をつけるとするとそうなっていきますので、ぜひね、ここで、全部同じではなくて、メリハリをつけていただいて学習をしていく。このことをね、ちょっと分かっていただければいいかなというふうに思います。いいですかね。それではね、また次回。